エアーでの高さと距離はアプローチのスピードである程度決まってくる。ここでは積極的な踏み切りと安定した空中姿勢、そして着地、これらの具体的な動きを覚えていこう。さあ斉藤さん、はい、はい、エアーです。はい、エアーです。エアーってやる会場によって台の大きさとか形って全然違うと思うんですよね、うん、基本的に見ているよっていう場所は積極的な踏み切りと空中の安定した姿勢と、まあ、そのまま安定感のある着地、この3つになるかなと思うんですが、で空中でグラブしたりとか、あとスピンしたりするとそのまま加点になったりするし、もちろん転倒したりとか踏み切りが積極的じゃないと減点されるしっていう、一応そういうような着眼点によるルールがある。なんだけれども今回エアーをなるべく時間を割かずに合格点に達する方法を一生懸命考えたんです、はい、なんでこれ滑んなくていいんです。頭の中で考えているエアーに対する考えをちょっと変えるだけで多分 98% ぐらいの人が合格点出せると思うので、その話聞いてもらえますか、はい、よろしくお願いします、はいはい、エアーって飛ぶのでジャンプって思うんです。はい、そうですね、はい、なんでエアーだと思ってオーリーとかなんて、まあ、そんなうまくできないよって思って、はい、両足ジャンプでいいからジャンプしてみてください、うん、こうやってやる。じゃあこの時にジャンプした時の頭が上に上がるよっていう量と板が上がるよっていう量を同じにしてみましょうっていう感じ、はい、じゃあ頭と板で頭の方が上がると思って飛んでみてください。頭の方が上がると思って、そしたら空中して伸びますね。当たり前だけど、これだから反対にジャンプするけど頭はあんまり上がんないで板だけが上がるのがジャンプなんだと思って飛んでみてください。そうすると頭上に行かせようとしないから空中姿勢が伸びるっていうことが絶対起きなくなるんです、はいはい、なんだけどこれイントラ検定でのエアってエアに慣れてない人ほどちゃんと飛ばないとって思うから、飛ぶっていうアクションで空中に出るから伸びたまんまでバランス悪いんですよね。もちろん飛ぶんだけれども飛んでほしいのは自分よりも板なんだなって思って頭はあんま上がんないけど板は上がるって思ってみてほしいの。そう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 、全然違いますね。その空中姿勢がコンパクトになるかなって、はいはいはい、じゃあこれ気にしないでただ飛ぶをもう一回やってみてもらっていい？こうなると空中姿勢がちょっと棒立ちに近いけれども、はい、頭なんか上がんなくていいから板だけ上げてみようかの感じだとちょっとそうやって空中がコンパクトになる。でコンパクトになると膝がちょっとでも曲げられるから着地しようって思った時に膝伸ばして着地できるから安定する。